どうもー、えー、どうも、ジェリンです。どうぞよろしくお願いします。ってことでね、えー、7月9日、今日も競馬の話ね、いやらしものうですけどねってマジで、いやー、もうとりあえずね、今日なんでこんな寒いのみたいな、おなんでみたいな17秒配信に引き続きお楽しみくださいっていう、なんかね、なんかこれ、久々にやると毎回調子悪いんだけど、おな,なんでなんだろう。うん、なんかね あのーまあ、ジュピター、のジュヴィーナス、オリオン、あのー、情報追加してあの配信開始してた。配信できないんだけど、マジで。うん、なんでなんだろう、これ。うん、なんでいつも最初連入ねんって。いや、なんかだからね、調子が悪いんだよ、これ。ういつも通りできないみたいな、なんかちょっと久々だとやり方を忘れてるのかしらみたいな、そうそう、なんで、わやきたのこんばんは。はい、こんばんはってことで。いや、ほマジで、なんでなんだろう。なんか あの始まんないんだよ。始まんないというか、勝手に始まってる的なおう感じでね、ちょっとうまくいかないんで、そんなジェニンタンを可愛いと思ったらいいさみたいな、そうそうそう、また遅刻なの。ちょっと、だ配信のセッティング、おペッティングじゃないよ、ペッティングしたい。ちょっとなんか、先っちょだけでもだめですかみたいな、うん。あ、ディアラマヌシのムツモチュンイチちゃん、クシが強いなみたいな、うん、そうそうね、どうぞよろしくってことで、まだちょっと中央いられてないけどね、あの、馬。 セレクト制で馬買えない馬主さん、こんばんはってことで、まあそうですね、金がないんでね。うん。あ、今日ね、なんかね、いいこと言ってた、なんか、今日、なん,なんだっけ、TikTok か、TikTok でいいこと言ってた。うん。金持ちは、金を持ってる人だと。おだから、その、なんだろう、う金、金を持ってない人は金持ちじゃないよみたいな。おどんだけ稼いでも、金持ちじゃないよみたいな。うん。 って言われた、マジで。って言われたというか、俺に別にこうやって言ってるわけじゃないんだろうけど、だから、金、確か持ってないみたいな。お稼いではいる、めっちゃ、ほんと。もう必死で稼いでるけど、金持ってねえなっていう、うちょっとはと気づいたみたいな。<laughs> うん、配信料滞納につきっていう。え、なにそれ、マジで。 お一応、500円は多分毎月引き落とされてるはず、おそうそうえー、寒いとかどこ住みたい寒くないあれ、おかしいな、俺もなんか何、何、更年期障害おなんか寒かったら暑かったりみたいな、まあ、あとね、ほぼ寝てない、マジで、お別になんかあの、若気の至りみたいな、なんかそういうのな、なんかなんていうんだろう、あの俺、徹夜しても生きていけるとか、そういう話じゃなくて、本当に40過ぎてるから、マジで死にそうなんだけど、もうほぼ寝てない、マジで。 おちょっとどうしようかみたいな、もうこれもうまも,もなく24時間を過ぎてるのか、もうど,どうなんだろうって、もうそこもちょっとわか,からないレベルみたいな。うん えおい配信近年ハゲ、そういうせっこいとことするかハゲ、だせっこいせ,っこ,いせっこくない、関係なくないみたいなおだ。だやなんかな、何なんだろう、これ、マジで。久々にやると、毎回なんかその配信スタートのタイミングがちょっとよくわかんないみたいな。だなんか、買ってあれ、枠取れあ、あ枠取れてんのこれ、みたいな。あ、じゃあちょっと、なしなし、今のちょっとあの P でお願いしますみたいなもうそういう、そういう感じみたいな、う。ん えー、リーチは4億なんたらでか、マジで、まあ、そこはね、ちょっと、まあ、裏話、裏事情、あの謝、ー、罪グループ的な感じがあるから、まあ、本当に4億なのっていうのはね、まあ、ちょっとあん,、まあんまぶっちゃけるとね、そ,のもうそれまでになっちゃうんで、おまあ、でもそれぐらいお金持ちだと思うけどね、まあ、ふ普通に億は出してると思うけどっていうね、うん、そうそうそうお、えー近藤、近藤会長が、マジでリーチさんおねえ、まあ、奥さんともお別れになられて。 おなんかまあでもね、もともと言うと、今度ね会長、会長なんかー、り、まあ、チさんは、あの奥さんがもう本当、あげまんっていうか、うん馬馬も、馬をやろうって言ったのは、確か奥さんの方からみたいな、そんな話を。 あ聞きましたよ、マジで。うん、そうそう、赤羽橋在住のシフトセキュリティの松野市社長ですかって、もうフルネームにフル住所みたいな、おちょあのもうちょっとオブラートに包みましょうねっていう、そうそう、えー、金も紙もないっていう、うん、まあ、どっちか欲しいなみたいな。うん 青い子はどっちか欲しいいななみたいなお誰と寝てないっていう、誰と寝てないっていう、誰とじゃなくて、もう一人、一人だけど、もうバリバリ一人だけど、もうせめてちょっとなんか、睡眠時間くれみたいな、おマジで。いや、ほんと、いや、もう働かないとさ、ほんともう、維持できないよっていう、うん、もう本当ださっき言ったも金持ってないから、持てないというか、もうほんと、稼がないとお、もう死んでしまうよっていう、人も馬もっていう。うん えー、弱小、マナシン、こんばんは。はい、こんばんはってことで、そこは否定しない。うん、ただ、今弱小、今底辺だったら、もう登れ詰めるしかないよね、みたいな、これから。伸びしろしかないよね、みたいな。うん、俺をさがけばの旧車で雇ってくれって。あ全然だからね、本当、あの馬好きだったら、あり、マジで。おまあ、その最初乗れなくても全然 OK。おーまあ、3時3時、勤務時間ね、確か。うん あの紹介はできますよ、本当に、うん。しんちゃん、なんでセレクトセール行かなかったのお金がないからだよってことで。うんえー、探したのにっていう。何がっていう。あ、俺あ、俺それサマーセールで探してよみたいな。まあ、別に言ってくれれば、全然なんて言うんだろう。あのー、昼飯ぐらい。昼飯ぐらいというか、サマーセールあの普通に馬主は昼飯ただなんで、その食券配るはマジで。まあセ、セレクトセールだとなんだっけあのー、ブランド牛。 食べ放題みたいな、おまあ、そこそれに比べると若干普通のなんか、仕差し,し弁当みたいな感じで、おまあ、それはサマーセールだしねみたいなところあるんだけど、まあ十分だけどね、おう食えるなら十分だよみたいな、うんえー。大松さん買いましたっていう、あ、まだまだ、うんあのー、俺が賛成するのは8月のサマーセールから、おうもうあの宿も休みも全部取ってあるし、まあ、ちょっと金が。 大丈夫かっていうのはちょっとあるんだけど、まあジュピターがね頑張ってくれるからいいだろうというところもあるしっていう、うん、で、あの馬のピックアップも始めたし、まあスマイネル軍団の血統班にも今年も頑張ろうぜみたいなちょっとお声掛けをねさせてもらってるんで、うん、まあ今年は本当ね時間がない中でも今までの蓄積があるから準備自体に時間がかからなくなっている気がする、うん、まあちょっと新種馬ではねもう前から腐るほど言ってた、まあ歩行たまえ、でもやっぱり、ね、わかってるな、本当、あ。 たる前にはこれだよねっていう肌馬がほとんどついてた。うん、だからもうどの馬でもいけるかなっていう感じはした、俺的にはね。そうそうそう。うえー、ハーコンドー会長を送り込んったって、だいぶ前だよ、だいぶ前。あ、そんなあんまっちゃダメなのかなおも。もうかなり前の話みたいな。うん。そんな会社大変なんだなっていう。まあ、忙しいことはいいことかもしれないけどねおう。ただあんまもうかってない気もするんだけど、みたいな。そうそ,う,そう,う。今日何食べたのっていう。今日ね、あの、お歳暮で、あのー、 なんだっけもらった、あのー、多分誰だっけこれもらったのは。多分あの、うのき先生。うん。あ、ちょっと見せようか、マジで。あんまちょっと今日時間ないんだけど、おどこまで反省会できるかしみたいな。うあの、うのき先生から、あのー、もらった、この最初ね、俺、ほんとね、やばいものかと思ったんだけど、おあのー、ちょっとお店をコントラート、キャメラと、やばいものかと思ったんだけど、これ大、映していいものかってちょっと心配になるぐらいだったんだけど、ちょっと開けなきゃわかんないか。うん。ちょっと開けて、 あのー、まあ見せるんだけどこれもう見せ見せて大丈夫かなと思ったんだけど多分大丈夫大丈夫だと思うけどねおおじゃあちょっとカメラドンってことではいねこ最初見たらうんこかなと思ったんだけどこれおおえせ先生とうとうみたいなおおえ俺に俺にレブリーのうんこ送りましたかって思ったんだけどなんか味噌漬けお味噌漬けで中にあのー、肉が入ってましたうん。 やっっぱちょとびっくりしたの来た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 うわ、きたなと思ってお大丈夫かと思ったら、うんこじゃないんだよ、これ。びっくりした、まじで。ちょっと匂いもね、あれ大丈夫みたいなおう。うんこではないと思います。はい中に肉が入ってた。うんそれをね食べました、まじで。そそそうそうそうねありがとうございます。ここであどうもえ、どうもジェニーです。どうぞよろしくお願いします。ってことにねそそうそうえつ通,通報って、うんこじゃないよ、だから。おう,うんこじゃないよってことで。 でこれとあとはえー、とーこれもかおちょっとこれもせっかく持ってこうかうわっあっやばっ大丈夫かなあちょっとあー大丈夫これちょっとなん,かやなんか倒してしまった大丈夫かなこれガラスちょっとあともうマジでちょっと悲しくなってくるんだけどこれお,おいしょちょっと待ってよよしちょっと俺の大事な大事ななんか あの彼女できたら一緒に飲もうと思ったペアグラスがちょっと今、落ちそうになりましたってことで、うん、えっと、もうちょっと時間ない中でね、ちょっと開封配信急にってことで、はい、えー、渡先生からいただきましたってことで、お中元。おまあちょっと開けれなかったんだよ、これ。お割れたから、もう割れたってかけたりした超ショックなんだけど、マジで。おお、まだ、あ、彼女できるまで、ちょっとこのペアグラスを傷つけるわけにいかないと思って、これお、大事に大事にしてたのみたいな、そうそうそう、どこなんだっけ、おお、えー ついに嫌がらせられて嫌がらせじゃないよだからいや嫌がらせじゃないうんこかと思ったけどうんこじゃなかったみたいなうううんそうそうえ今日セレクトセールの写真見たら若い女の人横にいたぞ近藤会長っていうまああのセレクトに出られる人はもう全員愛人3人付きみたいなうん多分そんな感じだと思うそうそうそうでこちらみたいなねそうそう,そうなんかでもマジで笑ってないかな俺のなんかまだ恋,恋に実るまで ち,ちゃんとねしてくれよみたいな、そうそうそう、マジでえ。やっちゃったこれ、やっちまったかみたいなお、やっちまったなみたいなね、そうそう,そう。なんか通常のものが背後に、通常のものどこにみたいな。おどこどこにみたいなお。あれ、あれ、あれ、布団で布団。うん、そうそうそう。は、えー、い、お開ける。わかりました。とってね、おじゃあ、こちらね、ちょっと、えー、私先生からいただきました、はい。ありがとうございます。これね、ジュプターをよろしくって,ってはい、えー こちらじゃん銀,銀座鈴ず銀座すずやですってことで、おうそうそうそう,う、割れてる音、マジでも本当凹へこむわ、マジでお。で、コミュニティ情報更新しては、<laughs> すいません、やっときますっていう、そうそう、はげ,げているのいい。 こうどういうことやんねんみたいな、ね、うんこじゃないよみたいな、そうそううさっさと開けろクソ草薙、分かりましたってことで、それでは皆さん、ご唱和ください。オープンパカおーじゃじゃんあこれはなんだす、なに、水よ、よみゼリーゼリー的なおー こちらってことでゼリー的なものをいただきました。ありがとうございますってことでこれ、おお、相当高級っぽい、おお、高級ゼリー詰め合わせってことで、おお、ありがとうございますっていう、おお、そうそう、えー、リーチ離婚したんでしょ。したと思うよ。だ、だいぶ前にね。おお、そうそうそう。ね、ありが、ありがとうございます。す、す、寿司屋、何これ。えっ、ー、と銀座寿司屋さん、寿司屋さんには渡す成果いただきました。ええー、っていうことでね、そうそうそう。 えーえー、そういえばマイネレブリー研究者の息子さんっていう、いや、もともと、もとも、あ、そっか、あの、一旦はちょっと空きがなかったから、あの、お父さんとこ入りのみたいな、そんな感じでなんかバウンドしたみたいな、うん、もとと一時的にね、そうそう、マッチングアプリ失敗したんだから、そんなグラス必要ないだろう、いや、こっからだろ、マジで、おう、そのマッチングアプリで、まあ、ちょっとなんとかもう一応 LINE 交換して、その、ストックした、そっから、 なんか恋の花咲くこともあるみたいなおお、そっからだみたいなただなんかどんだけ LINE 送っても全然返事くれないからなんかただ俺がポエムをなんか書いてるみたいなまあそんな感じになってますみたいなおーそうそうそうちょっと待ってよ住所が住所がね出てしまわないようにこれちょっとねあのー、まずはこれをポイっと捨ててっていううんこちらってことでねじゃんおお。 これは飯田先生からでございますってことで、もうなんかちょっと書いてあるんで、毎,毎度おなじみってことで、おもういつよっていうね、ちょっとそういうのもあるんだけど、ちょっと開けてみ、開けてみますってことで、うん。そうそう、えーね、そうそう冷やそうね、水、水まんじゅう、水ようかんかな、そうそうそう、えー、日にち見とこうっていう、マジでっていう、まあ、トったばっかりだから、まだいけるだろうみたいな、そうそうそう。えー 松野なんかにこんなに物送らなくていいの、ね、一応、馬主だからねお、シンバ毎年入れてますみたいなお、そこはちょっとあってもいいんじゃないかなみたいな、そうそう、お大原さんにあげるよっていう、まあ、大原さんで、ね、一個だけ、おま、そのジュピターね、応援しにね、わざわざ自費であの大阪まで行ってくれたんで、それはもうちょっと水よかの一つぐらいねあの、あげなきゃみたいな、そうそう、大、えー、原さんに横流して、横流しというちょっと言葉があるよねみたいな、おそうそうそう、いうことで、ちょっと開けてみようか。うん えしんちゃん幸子さんと夜はいつでも水羊羹だったのってもう水羊羹ていうかまあウイロウだよウイロウマジでねもうねあの青柳ウイロを四季尽くしみたいなねもう四季であのねちょっとあのあの本日セックスあセックスちょっと直接的なんで神戸的な恋ありませんでしょうかみたいな丁寧に聞いたよ丁寧にねおその結果ねちょっとなんかあの本当レイプみたいなまねやめてもらっていいかなってお父さんに直々怒られましたってねそうそうそうえ松野には近藤会長みたいな に遺産争奪は起こららないかままあまあそう俺だって怒らないんだってうち妹しかいないし、うん、そうそう財産ないしてっていうあほらねこれちょっともう破れちゃったけどこれうなんかめっちゃ書いてあるちょっと待ってよこれ何か書いてあるこれ読もうかいよいよ暑さも本格的になってまいりましたがますますご検証とことおよ、うん お喜び申し上げます。感謝の気持ちを込めまして、心ばかりの品をお届けさせていただきます。ごしゅ、なんだこれ。ご承納いただければ幸いに存じます。う <laughs> テンプレです、テンプレですってこね。そうそうそう。うえー、次の松野の馬の出走はいつっていう。一応、来週レブリが船橋に行くって言ってるのと、あとなんだろう、まあ、ビオラとか。 おその辺になると思うけどね、たぶ、うん。まあ,あとはその佐賀軍団、お中市行きますみたいな。うんまあ、グランデは多分なんか2周って言ったかな。そそそうそうそうー、えー、マッチングアプリアプリではやっぱ髪の毛隠してんのってまあちょうどね、報道書的な。お最近、過去技術すごいから。そうそうそうこっちらってことでね、うんえー。これ、えー、っと響き、夏の限定セット。ねこれちょっと焼きます。 えー、それでは皆さん、えー、ご唱和ください。オープンパカいてことでね、これ毎,、ね、毎年ビールセットということでね、はい飲めませんっていう、どうしよう、まあ、これはちょっと会社に持って行って、みんなで、ね、いただきますってことで、はい,いついつう先生に、すいません、僕、ビール飲めないんですけどみたいな。そそそうそうう え飲めた飲めないんだよだから、そうそうそう、また酒、まあ酒ね、酒ですよみたいな、お前にメーカーの価値が分かるのかって、多分わ分かんない、でも甘い辛いはぐらい分かるから、そこはねみたいな、そうそうそう、スマイルビューラーは吉村と合わなかったのかいって、うん、ばばかなとも思ってるんだけどね、このクラスは全然やれると思ってるし、やれなかったらそのなに置いとけないから。 おだちょっとこう、次はね、しっかりとやってほしいなと思うんだけど、うんえー、イエスの枕っていう、そうイエスの枕でねお、なかなかみたいな、おこ,んこんな感じかな、もらった、あのー、お聖母関連はっていう、確か、うん、そうそうそう、えー、ダイナゴンっていう。 何それ何それみたいな、そそうそう汚いってな、何がやねん何、が何が汚いねんみたいな、そうそう、えー、にしても離婚しても、前の奥さん、まれ続けられるんやから、お金持ってるなてまあだから、もともとやりたいってのは、そのリッチさんの奥さんの方だんみたいな話もね聞いたことあるんだけど、ちょっとまあ真意はね別に本人と話したことあるわけじゃないし、よくわかんないけどお、なんか、やっぱりね、あの男のこう価値価値というか、ねこうなんか、あげまん的なはあるよね、本当に。うん そそうそう何飲んだって一緒なんだから、お前、なんて発泡酒でも十分だ、そう、十分、十分、てか、発泡酒どころか、糖質が取らないから、でも最近ね、健康診断いったら、やっぱりかと思ったんだけど、体重はやっぱりちょっとレースもだいぶ先だし、ちょっと緩んで6六十1キロぐらい、おぐらいだったんだけど、身長が、首の骨だから圧迫骨折折れてるから、身長が1センチ死んだ、178、マジで、どうなってんの、これ。 178ちょっと切ってたかなお。ちょっとなんかショック、マジで、うんえー酒。酒ですってよ。お前飲めない。いやあのの、飲めるんだけど、ちょっとビール糖質は多いから、おあのちょっとまあジョッキーとしてお体調管理みたいな。そうそうそう。金カメが引退。マジでまあそうだよね。年出しみたいな。おまあ、第二世代の歩行たる前にね、まあ、ちょっと期待ってことで。焼酎ハッピーよってう。焼酎ハッいうのはワイン 赤ワインみたいな。おだその分かるワイングラスを、本当割れてないからももなんかもう気が気にならないんだけど待ってお、あの彼女とかができたら一緒に飲もうと思っていたワイングラスが割れたかもしれない、マジで。おちょっともう、マジ弁償してくれよ、本当にそうそうそうう、えー。どこまで言うんだっけお。飲めないビールをソース察しようみたいな。いや、それ俺が言ってないからね。うん昔はガバガバ飲んでたから、おそ,その記憶かしらみたいな。むしろ気遣使ってくれてるよねっていう。そうそうそう えー、ところで今日は何の話今日はね、ちょっとまあ、あのー、勝った馬もいる中で、まあ、ちょっと負けちゃった馬もいますと、そんな中での、えー、まあ、反省会的なものをお届けしたいと思いますということで、デスクトップ。はい、どうも、えー、どうもジェリンです。どうぞよろしくお願いしますということで、改めてということで、うん。まあ、7月の3日のね、ジュピターね、おめでとう会から、まあ、同じ日に走ったビオラから、ちょっと反省会していこうと思いますということでね、うん。まあね、ちょっと、俺的にはね、2発いってやろうかぐらいまで思ったんだけど、 おーなかなかね、ちょっとそうはうまくいかなかったなってことで、おまあ、時間もあれなんでね、ちょっと、はい、行きましょうってことで、一番人気だったんだけどね、2頭とも。うん、そうそうそう。えー、私にもお声優ください、黒、今日もまず、お前はまず金を返せっていうね、そうそうそう。えー、今日もは雑談、雑談じゃないよ、だから、反省会超たまりも4頭ぐらいよ、4頭ぐらい。うん。えー、ちょっとど、どあ、ってかもうさっきまでの鑑賞で,で,でした。 これ三枠三番十頭のゲートインが終わりましたまあちょっとスタートスタートしました第8競争です遅れてるっちゃ遅れてるんだけどまずは二番の京都ブッサコースタートを切りました逃げ馬が久々押しながら出ていきますがスーッと抜いていったのは六番のサウスブランコそれから九番マスカラスですなんかちょっとね10番のシャクラも上がっていきました三番手グループランで三番スマイルディオラです2番審査中段から五番アデルと八番ベリダスキング 3馬審査、1番ナッシング、それから7番のステイリッチ、3、う、馬、ん、審査で4番のパタータレント、1コー,ーコーナーから2コーナーに向かいます、6番のサウスブランコ、連勝中の馬が逃げていきました。ハゲでも げて逃げて連勝中の馬が今日も逃げてリードが半馬身で2番手9番マスカラスで,するスラスです向こう上面出ています2番京都ブッサ3番って、ね、ここは固まって3番スマイルビオラ外から気合いをつけて10番シャクラが3番手グループ加わっていきます8番のベリタスキングがいてあとは5番のアデルが追走その後は1番身差7番のセイリッチなょとあと 2>, 2頭は離れました3コーナーカーブ 6番のサウスブランコ先頭400を通過リードが1馬身です2番手まで上がってきました10番のシャクラルイサガル3番スマイルビオラですそのあと1馬身差外から追いかける5番のアデルです大外からは7番のステイリッチ4コーナーカーブから直線先頭6番のサウスブランコインへ入って3番スマイルビオラ外から5番のアデルが来た一気に石堂5番のアデルが先頭に変わるか並んで6番サウスブランコ抵抗3番トラスに7番クリトウです先頭6番サウスブランコ差し返したかおり。マッチングアプリ橋本 して5番のアデル並んでいます。あとはハ番ベリタッシングさんじゃ。スムークラスは別に普通にいるから。最後わずかに首差しの雪ったかのクバンサルスブランコ。もっとを目指せなきゃやっぱり。3連勝。土と,と,としてね。うん、そうそうそう。ちょっと相手も強かったのかなというところもあるけども。なんかね、ちょっとこうイマイチングマチコ先生みたいな感じで、もうちょっとやり損かったのかなと思うんだけど。 まあ40秒0の上がりもまあ平凡パンチだし、まあ30秒 6? もう今日も早い場はなんで、ここは。しかもな、もうこれ、賞金ゼロとかだと、本当にあの園田のシーツ小場の手当、クソ減ったから、おーいくらだっけ、マジでこれ。なんかね、えっと、もともと転入場だったらいくらだっけえっと、三歳、 出走奨励金おん ?4 歳以上出走。あれどうなんだろうこれ。わかんないけど、多分ね、8万4000円ぐらいもらえたのが、7万に下がった。おー。マジで。こ買き方がすごいんだけど、マジで。これね、ちょっとほんとつらい。おー、ほんつら。おなんなんだよ。あ、でも、そっか。あれ、来てたっけなもう、手紙とか。うん。手当て、手当て、手当て。 何かやばい、与太郎の請求書がいっぱい溜まってる、まだ振り込んでない、どうしよう。おうちょっとまだ賞金の明細来てないからわかんないんだけど、相当減ったんだよ、もう。だから C, C クラスは、園田はもう死んでっていう、そのレベル。全然失踪ってやつだと、もうプラスプラスどころかクソマイナスだからお。やばいよねっていう、そうそうそう、ういうことで。まあ、この、今回は、まあちょっとこう、なんていうんだろう。 参考会でいいんじゃないかなと思うんだけど、一番人気なのな、ほんと、6番、6着とか、本当もうすいませんって感じなんだけど、うヴィオラな、なぁっていう、本当に、なッつ、なんかちょっとこう、だらしない競馬だったなっていう、うん、まあ、井田先生と話して、まあ、もうちょっとこう、やっぱ、中2週だっけ、空いたんだっけ、だからもうちょっとこう、強めに状況を入れたらよかったのかな、なんていうのは言ってたんだけど、うん。 まあ3歳で、ねこの決闘でっていうのもあるから、まあもうちょっと見つつなのかもしれないけど、うん、うんって感じな、ちょっとなんか本当に、うん、そうそう、リーチの元嫁、実家が某巨大ヤクザの組長っていう噂マジなのっていう、そこまでは分かんないけど、でそれ,それだったらだって馬主の資格取れるんやったっけみたいな、分かんないけどって。 まあかなりのやり手っていうことは聞いてますよ第8、第8、何みたいな、どうしたみたいな、スマイネルで完全制覇失敗ということで、まあね、なかなかそこまで簡単じゃなかったよねっていうのはあるんだけど、両方ともね、一番人気をまあいただいたっていう期待はね、背負ったんだけど、まあ、それに応えられずっていうのは残念でしたっていう,う、賞金2万8000円ってやばくねっていう,う、まあ、でもないよりまし、本当に。このレベルでもうだって、プラスマイナスが変わるのは変わるから、 大事っちゃ大事なんだけどね。延滞馬主って。延滞ではないよ、ね。よ、まあ、月内に収めるんは収めるからっていう。ちょっともう本当にまあ、時間がなくて、もう本当、積もり積もった仕事、もう片付けなきゃなきゃみたいなもんで、何が積もってるのかももうわからないレベルみたいなね。もう地方、本当地方だよもう本当マジで、アルツ入ってるから。 ななんも覚え出せいいみたいな、うん、そうそう IT 系社長だし平気平気っていうど,どの部分やねみたいな。IT 社長ってなんかモテるらしいって話聞いたのに全然モテないんだけど、これどういうことマジで。おお、都市伝説だったのかなみたいな。おセレクトセル見たら金がゴミのように飛び交わって嫌な気持ちになって、マジで嫌な気持ち。まあ、俺は嫌にはなんないけど、まあそのね、馬がが価値があ馬は、まあ、俺にとって全てだから。それを まあ買うためにむしろね、お金稼いでる、働いてるっていうのもあるから、ただ、奥とかは無理だしね、ぶっちゃけ言うと、払えないから、それはちょっとまだ俺がそこで戦うのはまあ先というか、馬で稼いで、その馬の稼いだ金でそのセレクト行くっていうのが理想なんだけどねそ。うそうそう えー、園田の予託料って大体何ぼよっていう、まあちょっとね、個別のその予託料っていうのは、やっぱり契約いろんな下のあるからその言えないんだけども、まあ平均知識で、まあこれもグーグルで多分、ちょっと待ってよ、えっ、ー、と、えー、なんだ、園田競馬予託料、どっか多分ね、載ってたと思う。おそうそうそう、まあ南関東とかだととか、あとは盛岡もそうかな、一応標準予託料みたいなのがあったりとかして、お あのー、ま、あそういうの、あ、そっか、これ、どうなんだろうな。おど、どっか乗ってないあ、諏訪先生のところあるんだ、これちょっと。ののどっか乗ってんのかなお。ちょっと待ってよ。諏訪先生。うん。ちょっと見てみよう。うん。えー、どこに行ったっけお。一等平均5000万だったら正確と。マジか。まあ、そうなるよね、でも。おまあ、そうな,るならざるを得ないかな、みたいな。おそうそうそう。あれ、乗ってないのかな。おえー、っと、 ん予託料、予託料。えっ、ー、と、乗ってないのか、これ。その他は愛着賞金か。2800万もあるんだ。えぇ、ー、知らんかったみたいな。おぉ、そうそうそう、えー。起きてました。出走駅なので、競争場で30万な。どこだっけまあいいや、これちょっと別のとこ見ようか。大体、まあ、ああ、まあこんなもんだよねっていう。まあ、俺もいろんなとこをね、あの橋本先生からも預けて、 あのはずけ始まりみたいなところもあったから、おまあ、ばらつきはある、うん、飯田先生とか渡先生とか、本当、デビューの年から一緒にやらさせていた,いた先生は、多分俺に対してはすごくね優遇してくれてるというふうには思う、感じるしね、また、あ、他の馬主さんがどうしてるかは分かんないけど、おまあ、大体、そうまあここに書いてある、俺は全然、あのどれ、どれだ、どれだ。 おまあやっぱ月にもよる。だから今ちょっと、例えばテンプスうまくいってなくて、もう、あのなんだっけ、あのショックウェーブとか打ってると高くなる。一発打ったら2万とか、うん、出しねっていう。そうそうそう。おうえっ、ー、と、どれだっけおっとうん、あれ、園田ってなかったお、えー、園田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 、これかお。まあ大体こんなもんだと思う。おう今までも俺も預けたら、大体この間に収まってる感じはあるよね。おその想定量とか、あのその重油代も入れてよ。 お消費税と、まあ消費税を入れて、うんまあ、大体このぐらいかなっていう,おう、そうそうそうだあの、なんで、例えば今、えー、とこれなんだっけ、コバの、例えば c、3? お一番下の出走手当がコバだと6万4千0円お、月にそうしたって12万ちょいしかもらえないみたいなお、もう死ぬしかないよねみたいな、お昔のなんか、だから、あのジャパン時代お、あの一番苦しかった時はまた戻ってきたみたいな、コバに対してはっていう。だからもう本当に C クラスのコバは出ていけっていうのが、 園田ああの,の,の,の共通認識ってことなんですよねっていう,う、そうそうそう、普通の IT 社長はハゲてへんやんっていう、別にそのハゲハゲてない関係なくねみたいな、人としての魅力は、やっぱり見た目、見た目大事だよ、俺もだから本当、その見た目がちょっともう本当汚い人はちょっと本当無理ですってなるけど、最初はね、ただ本当に大事なのは、いわゆる足切りを超えた先にある内面みたいな。 お内面の良さみたいな。まあ、そこないと続かないからね。おう見た目だけ選んでしまうと幸子さんみたいなことにやっぱなってしまうっていう。うん、そうそう2日で200億とかっていう。まあ金がね、ほんと飛ぶようにっていう。おうそうそう今回どの3個狙ってるんだいって。まずはほっこたる前だねお。想定通りいい配合がいっぱい出てきてる。うん。こうたる前。多分一1等は行きたいなと思ってる。まあ、ちょっと値段したいだけど、まあ、もよ種付けで120万だっけな。おぐらいだから、多分ね、等。 どうぐらいいけるんんじゃないかなかと思ってんだけどね、はあそうそうえー、資本家たちが労働者から搾取した金がセレクトだからね、これ本質だから嫌な気持ちになるねって、まあそれはね、搾取したといえば搾取したというのは否定できないかもしれないけども、でもそこは労働関係があってちゃんとお給料を払った上でだからね、う,ん、うちもだって100人社員がいて、給料全員に払って、でみんなが頑張って働いてくれるから、俺がまあ、 お,お給料とか報酬をもらえて、その報酬のお金で馬を買うと。だから、搾取されたってはそれまでだけど、でも、まあその社員たちがあの幸せであるように、いろんなことを毎日考えてますよっていう、うん、そうそう、えー、普通に言ったらええだけやんっていう。 何みたいな。何の話やってよ橋本のことを恨んでるやろ全然恨んでないよと橋本学び師匠恨んでないけど、あのクラスは全然いるっていうのを言ってるだけだよ。うん。ヒットやのに20万とか、ニートの息子や品川よりはやかやんって中。中央競馬、いくらか分かってんのかみたいな。<お>このレンジよ、このレンジ。俺まだ払ったことないけど。おお。<laughs> で、月一層で40万だから、普通にやってマイナス20スタートみたいな。うん 本当ね、この8着までに入れば、1着賞金の何パーか入るからもうほんと、本当、本当、頑張ってみたいな、9着ぐ着いだったらね、3アウト制だから、もう本当出てきてみたいな、だ3回で馬の人生終わる可能性もあるみたいなね、んとつらいよっていう、うん、そうそうえブルートガンク予横不良になっちゃったねって、あ、そうなんだ。 おねえやっぱ怪がつきまあ、つきつもと言えねほんと「事これ名場」と申しましてみたいなそうそうそう、えー、月のところ20万くらいだっけっていういやだから今俺がそのまあお二人の先生にお願いしてるのはほん多分ねほんと特別 あの料金でやっていただいてると、思うまあ、それは毎年、新判も入れて、付き合いももうその開業当時からというのもあったりとか、おまあ、そこはやっぱ特別な関係、まあ、それはあの飯田先生もねよく言ってくれるのは、もうちょっとそれはもう、あのなんだろう、信頼関係が違うみたいなお、なんかそんなことを言ってくれてたっ、なんか言葉ちょっと違ったかもしれないけど、そ、うん、そうそううたるまえには何の肌が何の血が肌に必要なのっていうまあでもも基本俺はもう。 別にたる前に限らずなんだけど、万能王。うん、要は、スピードはね、今の血統も、どの馬も、ダート馬というのもありふれてんだよ。おうやっぱその辺はあのー、今年のジュピターとか見てても、やっぱりそのスピードをそんな強調するのではなくて、ちゃんとパワー不足で、なんかもう、走れないみたいなう、ふわふわな馬を買わないようにするっていうのがもう大原則かなとおういうのがあるんで、そういう意味では、もう万能王。うん のメジャーどころをちゃんと持ってくるみたいな、まあ、バックパサーとかねよく言ってるけど、チジスペシャルウィークはいいのは、それはマルゼンスキーが優秀であり、マルゼンスキーが優秀なのは、その裏にバックパサーがあり、でバックパサーがいいのはブサンダがあり、ブサンダがいいのは、そこからもうウォーアドミラルからラトロの肌の万能王みたいな、まあ、そういうコツ、すべてつながっているっていう、そこね。 おうそういうのもちゃんと見てますみたいな、うんそうそう、つまりは幸子は見た目以外はゴミってから咲いてくださいってってその通りですよ、はい、あのもうだからあのもう性格クソって分かって、でも,もう見た目がもう美人なんで、あのもうこれしかないかなと思って結婚した26歳みたいな、若かったな、それはお、それは認めるお、お互い若かったねっていうのは言ってたもん。 そ、うん、そうそう,そう今度の選挙は自民党以外に投票するっていう、マジでかってことで、ね、そうよそね、令和初の選挙だっけ、おうえなお社員のボーナスは寸子の模様っていう、寸、ま、子、あの定義は分かんないけどね、おうもうあのちゃんとまあなんだろうその規則に基づいたあの割合の利益からね、あのその割合のきっかけを払っていくみたいな。そ、う、そ、ん、そうそうそう えまず JRA は小闘数のとこを狙って発着目指すしかないようなって、だね、本当に井田先生みたいに、そのけ、わぬの経済を考えてくれる先生であったらいいな、松山先生が、みたいな、でも、すごいね、丁寧な先生だから、そもそもちゃんとうまく勝たせるように仕上げてくれる気はあのしてんだけどね、そうそうそう,う、ストームキャット、インリアリティ、バックパッサー、ニジンきあたりがあればいいかなって、まあ、ニジンスちょっと別だけどね、この系列でいうと、インリアリティはまあウォーレリック、ストームキャットは830と、 830か、ーメインはね。うん、でバックパサーは、まあ、ウォーアドミラル、うん。まあ、それぞれ違うんだけど、でも全部つながるのは万能ね。うだこの辺で言うと、圧倒的にやっぱバックパッサーがその辺のいい,い,い遺伝を継いでるっていう、俺はやっぱり、まあ、その、なんだ、あの、プロバイド含めてね、重要視はしてるよ。うん 未勝負ョンで勝っちゃえばフルゲートにならないローカルのダート2 4 0 0とか狙って月3で月 3, <laughs> 月3使えるわけないだろうー使えば主張手当だけで120万になるんだなるんだけどまあちょっと無理だよねっていう馬壊、まあ、れちゃうしみたいなだからそういう馬主はやっぱり状況師としてもちょっとごめん遊ばせみたいな感じになっちゃうんじゃないっていうだからその金欲しいよでもやっぱ馬大事にするっていうとこないと おま調、あ、あ教師によってはそれ関係ないっていうのもあるかもしれないけど、まあ、やっぱそこを大事にできる先生方、本当、国士先生みたいに、もう本当、あんだけリーディングにとっても、やっぱ馬が好きみたいな、前、まあ見えてちょっと謙虚みたいなおところが、まあ、ある先生とお付き合いした方が長くやれるんじゃないかなとは思うけどね。うん。ミルファンはやってるね。まあ、別にそれを否定するわけじゃない。うん。それはビジネスだからね。うん。だから、馬壊れちゃうし、 なんだろうちょっと、かわいそうっていうのはちょっとね、まあまた違う話かもしれないけど、やっぱり競馬だったら勝ちに行かないとっていうところ、手当てだけで回すっていうのだと、なんかそれでよかったんだっけみたいな、ちょっと疑問符残っちゃうねみたいなね、そうそうそういうことで、まあ予託はね、これちょっと多分古い情報だし、その当時からは相当変わってるとは思うけど、2011年だからね、まあいろいろですよ。南関東でも なんだろう標準のタコリがあるんだけど、まあそこでやってるところなんて方法ないみたいなうん感じだしね。ああ、ちょっと時間がねあんまねえみたいな感じでおいうことでしたみたいなんで、せめてちょっと、せめて、ちょっとビオラの今日反省会だけ終わらせたいんで、えーっと、j n ピ p ねえ、戦場カメラマ佐藤さんいつもありがとうございますとってことで、この写真をね、ちゃんと見ていきましょうっていう,う。しんちゃんは盛り上げと組めば、JRA で金目当てん？金目当てで、 やりくりくできそううっててい誰おどちら様ですかみたいな。うん、ね。ちょっと一応、あのレブリーも、ね、含めて写真を上げてるんで、よかったら見てくださいってことで。おお、こっちか。うん。だなんかね,、まあ、ね、まあ、でもね、正しいことをやっちゃんと正しくやっていれば、回るはずなんだよ、競馬もお。だからちょっとまだ慣れが、まだね、俺も慣れてないから、わかんないっちゃわかんないんだけど、おあの中央もちゃんと勉強して、 やりきれるようにはしたいなと思うけどね。うん。ね、きれいな3と合わせってことでね、真ん中ですっていう。おいうことで。うん。こんな感じ。おお、一番人気な3まあ、ほんともっとね、人気下が、があの大津は下がってったんだけどね。と、と、あの最終的にはみたいな。おー。なんだろうななん、なんなんだろうなっていう、ほんとね、その、なんだろう、だらしないというか、ピリッと感がなかったみたいな。うん。そうそうそう。 えー、つまり馬はつまり馬は56し、なんだこれミルあ、馬殺し、ミルファームやホースケア、ゴミトっていう、まあ、だから何回も言ってんだけど、ビジネスとしては全然そこは間違ってないけども、やっぱ馬が好き、まあ、ちょっと甘いかもしれないけど、馬が好きお、自分でも乗るし、ジョッキーとしてレースも出るし、おそこまでやって、じゃあ、その馬の扱いって、ね、ポリシーってなんか、 あってもいいいいんじゃななのみたいな俺なりのやり方もちろんそれでなんか金がもうなんだろう底をついて負けたらもうそれ以下だよもうゴミ以下みたいな、うん、だからそうならないことはもちろん前提なんだけどなんかうまいことねやれないかなみたいな。 の思ってるマジで延長つありがとうございますって、うん、え今度堺トルセンくんのあいつですかって今いつかな今馬もそ,もそもそもいないからもう全とあの入級かまあちょっと休業テンプスっていう状態なんで今んとこないかなってまあ行くとしたら慶北 おうで、まぁ、あ、テンプスの状態上がってきたら、まあ一発俺が仕上げてやろうかなとは思ってるけどね。おうそうそうそう。うまあ、こんな感じ。やっぱね、こう、なんて言うんだろう、自分で撮るよりも、この、ねえ、船長カメラの佐藤さんの写真っていうのは、なんかね、ほんとピントもね、バシッってあったよね。おやっぱこの辺やっぱ、ね、技術かしだって思うんだけど、そうそうね。はい、ドーンってことでう。やっぱちょっと、一泊遅れてるよねっていう感じは、 おまあ、あるかなみたいな、そうそうそう、森う教師、やる以で、ああ、あったね、ヘビータンク、出や手当て目的で出した人っていう、うん、あれ出走目的であ、出走って目的なのかな、だどれぐらい違うんだろう、でもた、たそこまで大対して違わない気もするんだけどね、おちょっともしかも、あれ、あんまりその未調教で出しちゃうと、多分なんだろう、長教師免許にちょっと関わるお注意みたいなのもあるからお、リスクしかないと思うんだけどっていう、うん、松野君、社内グループでスマイルビオラ5000万円で金銭取れる、ぜひお願いします。もうぜひ もう明日、明日夏にしますんで、あのあ、の印鑑照明持ってきます。いつでもよろしくお願いします。みたいなね。そうそうそう。スマイルリアップっていう、なんで行くもんやねん。みたいな。なんで行くもんやねん。みたいな。そうそうそう。いうことで。まあ普通、なんかな。本当はこの裏口にね、スッとつけられたら、まあこの辺とかね。うーん。よかったんだけど、まあ足使ってこのポジションみたいな。どうなんだろうな。ババかな。どうなのかな。っていうのはちょっとね、思ってるけどね。まあパワー、 がいるババいわゆるダートの方がこの馬には合ってるしそういう風に買ってるつもりだからうーんなぁと思うんだよ、ねまあ、けどねまぁ着てる感じはないよねっていううんそうそうそうここな難しい、うん、非常に難しいっていうそうそうそう松田さん維新堂です松田さんの会社は50億で売りさせてください50億か俺は3桁億だったら売ろうというのは今決めてる うん、そこまで会社を大きくしたいなと思って、はい、お頑張ってますっていう、そうそうそう。で、こんな感じで、おまあ、行きますっていう。うん。どうなんだな、もう、もうやっぱここなのかなっていう箱お。ここじゃない、まあでもね、あのいいポジションたら、ここまで来るのに足使っちゃった感じは、まあするよねっていう。うん そそそうそうそうね吉本さん、そこはまあそ,そんなね問題ある乗り方では全然なかったしっていうのはあるんだけど、まあ、ちょっとね結果が出なかったなっていう、前が早かったのかなみたいな、そそうそう,そうねこんな感じだっていう、まああのまあ、この前のレースのね、前っていうか2レースの,、はい、あのジュピターに乗ってくれた。あのー 学ぶ条件ね、この日、相当乗れてたみたいな。うん、そうそうそう。てか、上場企業の子会社やから、松野の独断では売れへんやろって。いや、俺、どうなんだろう、あれ。ちょっとよくわかんないやお。かもしんない。契約、ちょっとあんまり覚えてないから、なんとも言えないけど、うん、あのー、もちろんだ、持ち株比率があるから。俺が持ってる比率。で、親会社が持ってる比率。まあ、株主は2人だから。で、俺の持ってる分は、どうなんだろうな。勝手,に売れまあ、勝手には売れないと思うけどね、もちろん。うん、ただまあ、 そういうファがあればっていうところは全然あるかなと。うそうそうそう。まあこんな感じ回ってねみたいなお。まあ多少早かったのかもしれない流れがね。う多少ね、うん。そうそうそう。えー、でまあもう来てと。で今いい、やっぱまあちょ手応えなかったからうちに入ったのかなっていうのもあるんだけどね。おちょっと深いところをっていう。うん、でそのまままあちょっと伸びずみたいな。おせめてね入着をしてほしかったんだけどね、ここは。 あまあ、初のコバ戦っていうとこもまあ,あるっちゃあるけど、でも勝ち馬はね、三歳馬だし、うん、もうちょっとやらなかったかなとはね、まあ思いますけれどもみたいな、おそんな感じかな、これは。おれねうん、ちょっとだらしない。 おだらしないねみたいなお、連結子会社だったら親会社の取締役決議いるはずだから親会社の自分の持ち株を売るんだったらそうでしょ、うん、俺のものを売るんだったら、それはまあ契約書に基づく感じになると思うけどね、その会社を作った時の、うん、そうそうそう、えーえー、どれだ、一同が同じことしたらめっちゃキレってそうだお前、まあ、そりゃそうだよね、お相手によってそもちろん判断変わりますっていう。うん なんだ,だろうな、どういう系は、だ切れる足はないから、そんなは買ってないから、そう考えると、まあやっぱ前もっと前面につけれるようなね状態じゃないとみたいな、馬場かな、追い切り不足かな、どっちなんだろうなっていう、まあちょっとこうピリッとした感じはないよねっていう,う、そうそうそう。 さあさあ次のマいけよって。まぁ、あ、ちょっとこうあんまりね、時間がないからっていう、ちょっとゆっくりビオラを見て、その後考えようみたいな、そうそうそう。まあ写真があるやつを見るんだったら、えー、レブリーかな。レブリーに行ってもいいけどみたいな、おそうそうそう。ねということで、まあ大山信号直帰、企業のはい6番が、まあ、勝ちっていうことで、うん。なんかちょっとね、こう直線伸びずっていう感じだったな、みたいな。お ビオラ厳しい展開だったか、うん、わかんない、でも、そんなに後ろって感じでもなかったけど、おババ馬場かな、どうなのかなっていうお、もうちょっと追い切りでビシッとやった方が良かったのかなっていうのは飯田先生言ったけど、でも、そんな話でもない気もするんだけどな、みたいなお、そうそうそう、よし、レブリーっていう。まあ、レブリー言ってもね、いいけど、ちょっと写真を見ながらだと、ちょっと時間的に苦しくないかなみたいなおところもあるんで、まあ、むしろグナーでみたいな。 うん、のもありかなとは思ってたりとか思わなかったりみたいなね。どっちがだろうみたいな。そうそうそう。ね、せ,めせめて入着2万8000欲しかったみたいなところは、まあったけどね。残念みたいな。うんまあ、難しいよな、ほんと。一番人気でもまあ勝てない時は全然あるよねみたいな。まあ、当たり前になるんだけどね。そうそうそう。こんな感じで。うん え、どうしようかなどっち見よう。あと、だから、ゴ歩コーを、ハレを、レブリー、グナーデみたいな、もう4といるんだけど、そうですね、30分移動すればいいだけって、まあそうなんだけどね、やっぱそうなんだけど、全部やる必要あるみたいな、明日、明日でね、多分、なんとかできないこともないと思うから、まあじゃあ今日は、あれか、レブリーやっとくか、多分時間ギリギリかな。レブリー行こう。もう日付順でね、うん。え、ちょっと待って、戻ろうか、一回。月別開催の裏はね、 まあこの馬もね徐々に、まあこの子馬こそね入着、はでかいよな、入着で24万普通に入るんだもんみたいな、そうそうそう、俺ちょっとね見に行けなかったけど、あのえっと知り合いがあの現地行ってくれて、あの普通にあの写真を撮ってくれましたっていう、まあそれを見ながらねやっていきたいと思いますっていう,う、まだちょっとでもねスタートがへぼいなっていうのはまあぶっちゃけあるんで、そこどうなのかなっていうのはあるんだけどね、行ってみよう,う。そうそうレ,レ,レブリーなんか、なんか、裏は、これで、マイネルレブリー。 スタートはねーと誘導されてて毎月経験どれぐらい赤字なのっていういや今月は多分ねプラスになると思うシンバ勝ってるからそれで多分200万近く入るからおなんかねこれおでこれ二の足はね早いんだよこれおもう恐ろしいほどに二の足は早いんだよこれお<ー>

外からは12番、マイルドレブリー、間を割って2番、アイムウィッシング直線。外からは1番、インスタイル先頭11番、ピコタン、よく頑張ったなと思うけど。外から追ってくる1番、インスタイルが2番手に上がってくるから、この5着はね、アイムウィッシング今、スタイルが2番手にでやってたわけだから、全然やれると思うんだけど11番のピコタン、勝ちました、安城、坂井忍機種1番、インスタイル2番手3番手争い、最後接戦は2番、アイムウィッシング。にいだ8番 ドカンとは出ないよね。のの俺のリトル・ジェミンがいつドカンと出たっていうのもあるんだけど。まあ、もう今回でマイナス15キロ、前回プラス30キロぐらいだっけおまあからのっていう感じなんで、うん、まあ、ね、マイナス15キロっていう、徐々にこう体はできつつあるのかなとは思うんだけど、うん、ねえ、まあ、ここからかなと。そそそうそうう え背後の住宅街はどうって、背後ああ、なんか、なんだっけ、浦和のまあなんか、まあ見慣れたなみたいな感じなんだけどね、なんて言うんだろうな、ね、なんか、もう、多分仕上がるのに、やっぱ、ささばり打って3ヶ月休ませてるのもあるから、やっぱ体的にはね、もう、ひと絞りというか、まあねあねの叩き、もう少し了解させてみたいな感じなのかなとは思うんだけど、 バタジ的に多分ね、これぐらいはベストだと思う。あとはここからまあプラスに行ったり、マイナス行ったりみたいな。そんな感じかなと思うんだけどね。そうそうそう。まずの灰なんですかみたいなこれ。なんかもう癖が,癖が強いですね。みたいな。そうそうそう。まさか総水のところから買い取ってきたのそうそうそう。だから俺はまあ基本的に中古はもう総水の、まあ総水ラブだから、送水のところからまあ俺が結構見て、まあいいなと思うのをまあ引き取るみたいな。んそんな感じだよ。そうそうそう。 なんでねまあ、そこはね大丈夫というか、全然問題ないんだけど、どちらかというと、うん、南関東ってジョッキーどうなんだっけみたいな、おそこが分かんない。やっぱ、ね、ジョッキーで全然変わるからね、そこは。おそこちょっとねまあ、心配はしてるところではあるんだけども、もみたいな高校の担任が昔ここに住んでて、匂いがすごかったって、あ、そうなんだ。うん、まあねあねのなんか嗅覚が鋭い人 だと、まあ、やっぱりこう、なんていうんだ、おその家畜種、うん、はしちゃうと思うんだけど、まあ、俺、本当に嗅覚ないから、マジで。おもう訓二のしすぎで、嗅覚がもう本当に潰れた、ね、う、ぶん多分ね。んちょっともう、なんの洞窟にもならないっていう、まあ、そのボランティアであのー、宮崎だと、なんだ。 あの休務員とかやってても,もう全然ボロの匂いとは聞きにならないからまあそれはある意味恵まれてるなとも思うんだけどね。そうそうそう。いうことで。はい。まあ、ちょっとゅうに撮ってきてもらって写真ですってことで。うん。こんな感じ。な、これいいよね。うん。休務員さん笑ってるみたいな。うん。レベル普通に歩いてんだけど、お、これなんかベストショットみたいな。うん。そうそうそう。で、この浦和のパドックちっちゃいよね、本当に。おーまあちっちゃい。お。 これ本当なんかねそのもうね大渋滞起こすって渋滞フルゲートとかだとおおもう馬が馬がギッチリギッチで全然ここなんか前進まないみたいなうんそんな感じそうそうそうねまあいいよねこれ馬体的には全然おおもう本当になんかいい意味でふっくらちゃんとしてるしね縛るところは閉まってきたかなみたいなうんそうそうそうこは小さい本当小さい おパドックが特に小さい。もうなんかもう本当に、なんだろう、もう庭みたいな。おえ、これ庭ですかみたいな、うん。ぐらいちっちゃい。そうそうそう。で、こんな感じみたいな。ねまあ、ちょっとやっぱ長いんだよね、体が、うんで。距離的には全然やっぱり長いとこもやれるかなっていうのもあるし。うん、であとピッチなんで、やっぱ走り方が。もうこれ俺のもの乗ってたからね、大きいとかで、うん、だかでだらそこは わかるここ周りはあり、ただま長い距離でももっとやれるかな、だどうなんだろう、ヘニヒューズだからやっぱもうちょっと短いのかなっていう、手かヘニヒューズなんだよね、おそこねみたいな、うん、そうそうそう、えー、レブリー中央で勝ったことあるのかな、あるある、新馬戦勝ったことあってみたいな、できた時はほんときは本当ね、もうガリガリ、おなんかもうギョ、あのなんだろう、寄生虫いるわ、ガリガリだわみたいな、だからそこでささばり打って、 もう完全回復させてやって、で、俺がそのおいきに乗って、そのまま返してみたいな。そしたら、そしたら初戦ゲートから出なかったけどね。そうそうそう。松野、えー、のデコと浦和のパドックとどっちが小さいっていう、それは俺のデコだろみたいな。なんで俺の俺のデコの上で、なんか、バカなんか12頭フルゲートでパドックみたいに回っとんねんみたいな。潰れるわお。そうそうそう、えー。でも椅子用意してあるから、 座っってて見れるとこは多いよりいいよよりねっていうあまあね、でも座,座るか、むしろみたいなね、お立って普通に見ちゃわないみたいなうんとこもあるから、あれ必要なのかなみたいなお、そうそうそう、こんな感じでね、うんなんかうん、体は全然良くなってきたよねっていう、あとはもう本当、なんだろう、おあのまあ、南関東だからね、C クラスと家えどもっていうのあるからうん、そこを突破するのを待つのみみたいなね、そうそうそう。 なんだ松が今来たぞ、飽きたぞ、早いな、みたいな。もうちょっと、もうちょっと我慢しよう、みたいな。そうそうそう。帰省中いたのは炎柱って、あ、ちょっとね、種類まではわかんないけど、まあなんか、本当でも中央でもう、え、こんな扱いすんのみたいな。その外球も含めてなのかもしんないけど、寄生中いるわ、もう、なんだろう、本当に友とかも,もう完全に肉落ちちゃってるわ、みたいな。それはね、なんかちょっと、えーっていう。 うん、感じだったけどまあ、そこをちゃんとか時間かけて回復させてやったんで、うん、まあ良かったかなみたいな。そうそうそう地方のゼッケンって使いましっていう、一応ね、この名前が入ってないの使いましおう。で、あのその他だと、まあこうやって新馬戦、うんまあこれか、勝ったから一応もらってきたんだけど、ねビ,ビーナスのどこ行ったんだろうってあるんだけど、おま賀、あまあ、学ぶジョッキーのサイン入りみたいな。おうまあ、こういうのは全然あのもらえますよねみたいな。うん、そうそうそう。まあいうことで。 かなっていう,おうテ,テンプスお衝撃のデビューど,どうやったっけ最初、なんかボロ負けした気がするけどね。そそうそうただ、まあ今ちょっとねなんだろうインディウムがしばらくちょっとねあのー、時間かかったのと症状に似てるとか言って、マジでもう1年半休むのみたいな。もう,もう最低にはできないんだけど、そうしたらみたいな。うん、とかね、おおってことで、まあ、まあそう一応買ったからね。うんえー、誰のサインって、あだ田中学卓ジョッキー、うん、のサイン、そのままいただいてきましたってことで、おなか聞かしてパパって書いてくれた。うん だなんかなんていうんだろうなうん馬自体はねすごくあのレブリーはねいい状態に戻ってきたかなとは思うけどねうんそうそうそうえ賞金でブヨにパーシー2000個ぐらい買ってやるっていうなんでやねんたいなでもうパパーシー1個でいいだろそも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 ね。 おそもそも。で、おもそのなんかパーシーに寝られた日は、しかもその本人の誕生日じゃないからね。お,お兄ちゃんの方やろみたいな。そうそう。うえ黒木のサインって、田中学ぶジョッキーね。なんでそこで突然黒木登場みたいな。おまず金返せよみたいな。そうそう,うえ。視聴者プレゼントっていう。まあ、これはね、ちょっともうちょっと俺の手元に置いときたいなみたいな。おまあ、ちょっとこれ、あのこのなんか別のやつ、このまあ、めくっていくと、まあ、プロバイドばっかりなんだけど、おプロバイドの、これ青衣装、青いしょとか。 うん、これなんだっけこれは、これ、あれかなおあのクイーンセレクションかなおとか、おまあいっぱいあるからね、全然もうなんか、あげちゃったのも,もある、確か誰かに、誰であげたか忘れたけどお、こんなのとかも、まあね、たくさんあってもしょうがないからっていうのはありますけどね、うん、そうそうそう。おーえー 8万4000円もクロッキーにプレゼントなわけねえだろみたいな。絶対返してもらうからっていう。そうそうアラおと一緒だねっていう。あらおアラ,オアラオおアラ,オアラオどんなんやったっけみたいな。アラお、まあ重症だと名前が入って、で、まあ使い捨てになるんで、あのよかったらあの持って帰ってくださいみたいなのはまあ,あるよねみたいな。そうそう。偶数ばっかりだね。ほんまやなみたいな。たまたまね。そうそうそう。 えー、テンプス復帰しないのって、まあ、ちょっとだから、足元がさ、まあ、パンとしなくてお、成長病って言ってるから、まあ、その骨とかじゃないから、ここは焦んなよって感じはもちろん俺もしてんだけど、時間かかるよねっていう、ちょっときついな、もうそれ、時間、タイムオーバーになっちゃうから、やっぱりお、年齢的に。 おちょっときついよなっていうのは正直思ってるけど、みたいな。うん。でも2頭いないと、急車回せないから入れたり出したりみたいな、この外とのね、やり取りで、俺が乗ってみたいな、返してみたいな。おちょっときついよな、みたいな。うん。そうそうそう。いうことね、えっと、秋、秋元ジョキーか。うん。もうレブリー大暴れだけども、ね、長距離乗ってくれました。ありがとうございます、みたいな。うん。 えー、その前に黒木はまたこのようにいるのかって,言って、つ俺の一回り上だからね、おなんかもしかしたらみたいな、まあそしたら許してやるよみたいな、そうそうそう、いうことも <laughs> バリ目線っていうね、お何みたいなお、バリ目線いただきまして、ありがとうございますっていう、秋元ジョッキーね、うんまああのー、なんていうんだろう、お状況でね、まあ、乗ってくれて、まあ、馬は分かってるからみたいな感じで、レースも今、お任せしてますみたいな。うん 最近、薬物関係もうるさいね、地方も中央もって、まあ、うるさいというかね、なんか、自己的な感じもあるけど、まあ、ちょっとね、あんまり良くないよね。おそう意図本人が意図的に入れたというよりも、事故で入ったり、なんか嫌がらせで入ったりみたいな、まあ、そういう感じが多いから、まあ、そういうのは本当やめてほしいな、みたいなお、そうそう、は思いますけどねっていう。うん、秋元、なんていうのこれ。 こう何て言うんだろうこれお、騎手ってことだよね、うん、そうそうそうね、ね乗ってくれてますっていう、うん、松野の生生活とかけまして、松野の中央への馬とを解きます、松野の中央への馬と解きます、その心はどちらも出し入れができない、できないのかよ、これ。 出し入れさせてくれもう先っちょだけでもいいからみたいな。そそそうそううまあ、ちょっとね、いつまでかかるんだろうっていう、まあ、覚悟はしてたけど、まさか新歯まだ入居できずみたいな。お俺、多分そ、そう免許取得して1年も経つから、多分ね、ちょっと馬主申請取り下げみたいな感じにこのままだとなっちゃうんで、あの多分申請書出さなきゃいけないんだよ。うん、まあ、まあもちろん、このま,ま入れる予定ですって、ね、言えば多分大丈夫なんだけど、そうそうそういうことでね、まあ、こんな口向き悪いな、みたいな。これ お口向き悪いな、みたいな。うん。ね、こんな感じで。まあまあ、でも、なんて言うんだろう。競馬にはなったからね、今回は。入着もしてるし。うんまあ、この調子でやらってくれれば、まあ、全然 OK かな、みたいな、うん、感じはしてるけどね。そうそうそう。開始までちょっともう汗かいてるみたいな。これなんか終わった後の写真かなと思ったらね、ここから全然ゲートインでした、みたいな。そうそうそう。ね、こうやって。うん まあ本当ね、裏割ってもう目の前だから、ある意味。おガッシャみたいな。目の前かよ、みたいな。うん。そうそうそう。えだから、謝罪者ず入っとけって言ったのにっていう。まあ、でも、申請書出せばいいし、みたいな。うん。そう、大丈夫、みたいな。わざわざ、その、なんかもう、いきなりスタートから群馬に下る必要はないだろう、みたいな。そうそうそう。ねえ、まあ、こんな感じでっていう。うん、なんかちょっとやっぱ、スタートがまだね、ここがパーンと決まるようになれば、 もう全然、あと順番待ちかなと思ってんだけど、そうそう。レース前、休務員と馬の状態を話すのっていう。まあ、調教師と、俺が言ったら調教師の先生、まあ、あの小野木先生出てきてくれるから、まあ、今日どうなのみたいな感じの話はね、普通にするけどね。うんまたなんなん,てなんて言ったらいいのかな。おまあ、それ、うん。まあ、事前にも聞いてるからね、お次は船橋に目指すとかっていう話で言ってましたみたいな。うん。そうそうそう。で、ここって2番手みたいな。まあ、ちょっと引っかかってるけどね。うん。 この辺はど,どうなのかしらみたいな。うんえー、申請書で OK なんて。まあ一応ね、なんか、あのー、印鑑証明持って申請書出してみたいな感じやっとけば、まあ、大丈夫みたいな感じで言ってたからお、まあその不備ないようにね、やんなきゃいけないけど。うん。なんでちょっと今週忙しいから来週その手続きして、まあ一旦はちょっと様子を見るみたいな。うん、そうそうそう。で、こう言って、まあ向こう証明みたいな。ほんとその代より多分小回りなのかなっていうぐらいね。 まあまあ本当に、あの、ちゃんとね、競馬になったし、次はちょっと馬券圏,圏内、これとょっの格上まあ今後戦だったから、次はちょっとその辺も狙っていこうかなと思うけどね。まあちょっともうコーナーもあったけどは若干足上がり目だったから、まあ支えちゃうんだけどね。まあキりはあるわけじゃないからね、この馬もね。やっぱ同じ観点狙うと、同じタイプの馬がやっぱり集まるよねっていう。そうそうそう。だからそこは、ね、まあそうだなみたいな。まあこんな感じで。 よく頑張ったと思う馬は。うん、だいぶ動けるようになっ,ただってきたしね、うん。使いながらだったらもうね、3層目だし、そろそろかなっていう。まあちょっと船橋だから、まあ、ここ使って次、うん、とかかなみたいな。うん、また力やり直し登録ってこと。いや、それがないように申請を出すみたいな。うん、要は延期申請みたいな、うん。だってもう取った時期がさ、7月だったらもう、だって新馬間に合う可能性ほぼゼロじゃんみたいな。うん、そうそうそう。まあこんな感じでね。うん。なんも、12番か。 5着ってことで、そうーナーから流れが速くなるって、滝川騎手がパドックで言ってたのが聞こえたっていう、うん、あの浦和はそうらしいね、やっぱり、うん、もうコーナー曲がりながら、まくりながらみたいなんじゃないと、やっぱ直線短いから間に合わないみたいな、うだからそこはもうそんな感じらしいですっていう。 はい上ちょっとまあなんか本当にね、ざっと斜め読みになっちゃったけども、まあこんな感じで、一応今日はビオラとレブリーの反省会でございましたと、はい、gene.jp に、一応ね、スマイルなポーターサイトとして写真を上がっておりますので、はい、まあ主に戦場コメラマン、里吉さんの写真がね、素晴らしい写真がありますので、皆さんよかったら見ていってください。ってことでね、またちょっと明日、続きは、え午後と、え、午後と、晴れおか、あとグナーで。 問題のグナーで、もう地方芝、ね、初挑戦ということで、ね、まあ、その辺の話をまたちょっと明日やっていきたいと思っておりますので、まあ、よかったら聞いていただければと思います。はいえー、馬の情報をツイッターで流しております。配信情報もツイッターで流しておりますので、よかったらそちらもご覧いただければと思います。ということで、はい、ということでちょっと今日はな駆け足していきましたけども、まあしね、またちょっとゆっくり、今度はもうちょっと写真ないので、映像を中心に。